はい、いやいや、こんにちは。そして今回ですね、マザーはご紹介しましたよね。ファンについても若干開封だけしましたので、こちらがクーラー。まあ、こちらですね。鋼鉄、虎ですね。虎を使いますか。はい。そしてこれを開封して出したものが、こちらですね。こちらが本体ですね。ここは CPU 面にこう刺さる感じですね。ここにこう来る感じかな。こうでしょうね、おそらくね。で、パーツがこんな感じ。パーツというか、まあ、微子類ですね。パーツはここに出てますね。それ関係ないですよね。ここにワイヤーがあって、ここにホルダー類があって、若干の小物。これがですね、おそらく裏の、マザーボードの裏をガードしますね。ここもう CPU これつけてます。なんかここに関係ないミスがありますね。こちらに来て、おそらくこういうふうにくっついてくることになると思います。こんな感じになると想定ですね。で、これがおそらく補強するわけですよね。これゴムついてますね。4面、足にゴムがついて、ここで1回固定すると。これもまあ、マザーボードのソケットのタイプによるということは言えますけどね。これがですね、ここに刺す。ちっちゃい文字なんですけど、多分どこに書いてあるのかな。これかな。この LGA1151。これですね。ここです。わかるかな。ここですね。これがマザーボードの、まあ、種類というか、まあ、型ですね。こちら見ていただくと、取説があります。パッと見て、これ、まあ、一応日本語って書いてあってるのが、英語ですよね。まあ、いいか。で、ここでですね、まあ、順番書いてあるんですけど、まあ、基本的にはここが、これが、まあ、ここの、ラインナップというか、パーツリストに当たりますね。これが、そうですね。で、これはインテル、ソケット LGA1011、1011V3 となると、これ違いますよね。今の型から入れると、ここでしたよね、確か。となると、ここに、こちらのマニュアルを見て作らないとダメですね。この順番でしょうね。1、2、3、4。これは、AMD ですね。全く関係ないですね、これ、今回は。そういうふうな感じになって、じゃあ、引き続きちょっと、まあ、ここでは時間があれですから、もう一回カットしますけど、まあ、手順としては、これがおそらく、ここへ来る感じですね。先ほど開けた電源。ね、これが、今こんな感じになってますね。割とこう、シンプルに。これが下に向くでしょうから、こうつくんですね。で、マザーが、こちらに、まあ、ジャックが来ますから、こう来るんですね。こう来る感じですね。こう来た感じで、電源が入って、 CPU が刺さり、
メモリーが刺さりということで進んでいくと思います。はい、じゃあこの引き継ぎある程度組んだ状態からまたちょっとスタートします。はい、ありがとうございます。